何これ、しかもここなんか押せないしくぼみになって押せないし、爪楊枝ないから。ちょっと待って、何これ、あれ日付にな、あれ、ちょっと待って、ミー登録しなきゃいけなくなってる、データがなくなっちゃった、ミーユーのこれ多分データなくなってる。ちょっとこの人使うね、勝手に、もう知らんけど勝手にこの人使うわ。ニックネームもうアフィー、もう最悪だ。誰だこの人、ごめん、これスプラのデータじゃないな、これ EU のデータ全部消えてたわ。クイックスタート画面、ちょっと待って、設定全部やらなきゃいけない、めんどくさ。気になる、これ最初管理されてたやん。でもないよね、 EU がもうないんだもんね。メモリーカードとかもさ、 USB 別に登録してるわけじゃないからさ、ないか、ちょっとつけてみる。あ、ちょっと待って、 Wi-Fi だけ、みんな見えますか。ちょっとあのアカウントの WiiU のなんかデータ自体が消えてたんだよね。あのスプラ1を久しぶりやろうとしたんですけど、なんかつかなくて、で、あのこれディスクなんだけど、あのデータ多分全部本体に保存されてるのよ、多分 USB とかにも保存してなくて、で、あのWii U 自体の、その、このアイコンのとこあるじゃん。これがいなくなってたんよ。で、前ミステリーゾーンで出した時、アイコンなんか2個あったんだけど、これちょっと見てみていいですか？これね、今1個しか、あ、みんなのとこでは見えないんだけど、これ1個しかないの、今。この本当に左のだけ。で、もしかしたらスプラ1のデータ消えてるかもしれないんだよ。それだけちょっと確認します。更新データ本体メモリーにダウンロードします。スプラ1最近アップできた？ってこと？結構時間かかるね。結構時間かかるね。そうするとちょっと始めてみるか。はい。そうすると再起動してください。アップできたってこと？違う？そういうわけじゃない。いや、ちょっとなんか薄いよな。望み薄いよな。だってもうスプラ1にアップできてるわけないもん。ああ、終わった。終わった。ああ、終わった。ああ、終わった。待って、マジか。いや、マジか。あ、せっかくミステリーゾーン終わらしたのにな。うん、やだ。ちょっと、いいや。やめよう。もう一回やる。一瞬でもなえた。もうなえた。マジか。また一からか。明日になったら、治ってるとかないよね。